変だった。うめえじゃん。ぶっ刺さったな今。イエスイエスって言ってるやつがいる。はやとチャンネル。今日はねアジングロッドを持ってきたんですわ。シマノのねソアレ BB アジングってやつ。リールもねシマノのナスキーっていうやつですね。2000番 C2000S エステルラインの 0.3 を巻いて、リーダーは4ポンド1号と、そういう仕様でございます。細いんですわこの糸が。このアジングビームのねこの極みっていうやつが結構ねいいんですわ。これでいくか。 1.5g からいこう。ジグヘッドは 1.5 か。まずねグラム数をねとにかくね確定させてからねワームの種類っていう、そういう順番ですね。ワームはねパターンがいっぱいあるんで。オッケー。釣れたらねいろいろワームを試したりしていくっていうことで、まあ釣れるまではねどの重さがいいのかわかんないんで。よし、アジング。すっげえなんか下に群れてるよね。なんだろう。アジか。うわ、当たる。なんかゴツ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 当たるな。フォールしてる時に群れに当たってんのかな。わかんねえんだよな。うわっ、なんかすっげえいる。何この正体。よっしゃ、かかった。よっしゃ、かかったよ。何この正体。おお、引く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 。なんだろう。ん？アジか。アジが海藻連れてきた。いいの来たわ。海藻連れてきたけど。おいね。今めっちゃいるからピュッて投げんじゃん。こうラインがある程度出ていきました、うん、でこれぐらいになったらこうやって糸をさちょっと張ってごらん。ゆっくりゆっくり張って、ゆっくり張ってこうやってピンってして待っとくの、うん、重みわかる。ピンって張ってるっていう感覚わかる。うんうんうん、うん、それで待ってて竿先を見てさ、で少し巻いてこの少しこう圧わかる、うん、ピンってなってる感覚、うん、それで待っといて、ちょっと巻いてみて。
ほっとくとさ、どん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 沈んでいっちゃうじゃん、うん、ちょっとピンと張りたいわけ、もっとピンじゃん、うん、おー来たじゃん、ナイス、アジじゃね、アジじゃね、おー本命じゃん、本命じゃん、ナイス、天才、天才やな、天才だよ、やったやった、アジング初めてでしょ、初めて、素晴らしい、理屈がわからない、なんかその、いいんだよ、こうしてるから釣れてるっていう感覚がない、あのね、どうしたらいい、数釣ればいい、分かってくるかな、ドンシンクだよこれ、ドンシンク、ドントシンク、ドンシンク、フィールの、フィールね、うん、え、マジで、カマスじゃね、どれ、いや、アジ、アジだ、お、アジ来た、すごい、すごい、めっちゃいる、アジ、ちょっと一回起きな、何、ヨーグルト起きなって栄養補給も必要なんだよ、アジ入ってきたね、その群れカマスだよ、あのね、いじりすぎでさっきから言ってんじゃん、いじり、今これは回収してるんだ、あ、そうなの、はい、いじりあのはダメだよ、いじり岡田はわかる、わかる、わかる、ダメでしょ、でも、もういじりたくて仕方がないんだよな、うん、信じてフォールを待つ、信じられないんだよな、何事も、それ待てば待つほど通過していくからさ、アジでも、この世の中の何を信じたらいいんだよ、あ、すごい、めっちゃ、なんかいる、あれカマスだよ、あ、なんかしゃべってやった方がいいんじゃない、うん、餌つける、うん、餌つけたら一発だよ、な、何、餌はちなみに何ですか、え、アジを切り身にするんだよ、あ、わ、当たった、うわ、はい、釣れた、すごいね、もう一発だよ、もう一発、はい、え、しょうがねえじゃん、キャリアが違うんだから、キャリアが違う、あ、もうこれはね、このテールがさ、すぐでヒラヒラしてないとダメ、アピールするのよ、うん、でこれさ、アミノ酸配合されてるからさ、スーパーワーム、カマちゃんだ、カマスじゃん、カマちゃん、ナイス、やったー、ナイスやりました、やったね、アジングでカマスをね、カマしたったで、やったね、はい、おめでとう、お得意のお決まりの、お、かかったじゃん、ただ巻きしてたら来たよ、ただ巻きしてたら来た、うわ、かますじゃん、お、いい方、やった、早くあげなナイス、でも初めてのアジングでさ、アジ釣ったじゃん、大したもんだよ、
ピピピって来たらピッてやんのよ。ちょっとこう誘ったりとかそういうのはもうほとんどしないけど。してもいい。ちょんちょんちょんとかね。真下全部来た。多分。あ、ダメだ、バラしてる。うん、それでいい、それでいい。何これ、ちょっと、あ、何これ。うわ、めっちゃかますいんじゃん。そうなのよ、だからね、こんなじれたいじり方でいいのかどうか。よっしゃ、来た。かます？かます。マジだ。かます。もうこれ多分、行くよ。結構。ナイス。あ、バレてる、バレてる。ナイス。ナイス。やったー。ナイスー。キスみたいね。ナイス。近距離はかますだね。いっと。カマスはね、上顎なんですよね。あれぐらい飛んだでしょ。なんかでわーってならないのごめんね。これがオルガージングですよ。何何よ。すごいって言えなかったよ。飛んだでしょ。まあ、私だったらもうもっと全然ね、その飛ばないから、うん、これでもう向こうだけを待つのよ。そこにそこをこう這わしてもいいの。アジってさ、上に絶対チビがいて、うんうん、下にデカがいるのよ、うん、チビのあたりをもう通過させてさ、うん、下に落としてっていいのよ、うんうんうん、途中でさツンツンって来たやつ無視してさ、うん、無視？無視できる？できるできる。でこう そこをこうはわすとかさするとでかいのが食ったりするの。それは動かすんだよね。動かす、ちょんちょんちょんとかで止めてとか、うん、感覚よ、うん、とー来たー。おお、知ってる知ってる、ハマスだ。うん、おこれ言い方じゃない、うん、ね、でかいね。ナイス、わかった。諦めてこう回収するときにグッてくるっていう。ああ、そうそう、その辺で当たってんだよね。それはそれで正解ならいいんだけど。正解正解。OK。これ刺し方ってなんかコツある？もうほんとこれでいいの？針が先出てれば。先出てて、もう一回かけよう。くるっと回して。そうそう、まあまあそんな感じでいい。で針が出てた方がいい。
計をぶった切るかのような投げ方やね。そうなんだ。もう令和ですよ、姉さん。え？江戸時代じゃないからね。肉当たりますか？当たる、ほら見て当たってるでしょ。あ、でも当たるんだけど、うん、キャッシャーってかけて、かけらんないんだよな。おー、また釣っとるやん。うん、すごい、いてて、膝が痛い、ちょっとやりました。おー、ナイス。ビビビビってきた。イエスイエスって言ってるやつがいる。免許改善。後日請求書を送りいたします。ふざけんな。すいません、すいません、すいません。ハルチャンネル、ハルチャンネル、ハルチャンネル。